はいどうも、青函溶接職人カジチャンネルのカジです。今回はティグ溶接の初心者の方やティグ溶接機は使ってるけど便利な機能なんて知らないよって方は必見です。青函溶接に携わってる人ならみんなが使っているティグ溶接の使い方から便利な機能まで基本的な部分から初心者にも分かりやすく解説していきます。俺は普通にいつも使ってるぜって人も知らない機能や使い方があるかもしれませんよ。今回は一般的な大変の 300P 用モデルに解説します。もっと進んだ機能のついた溶接機もありますが今回は置いておきます。 300P で十分な気がします。皆さんは溶接機を使いこなせていますか？便利な機能を使わなくても言葉足りてるぜっていう人もいるかもしれませんね。しかし知っておいて損なことはありません。せっかくある機能をどのように使えばいいのかも例を交えて解説していきます。人それぞれ使い方は違うかもしれませんが私なりに実際使っている方法なども解説しますのでもし便利だなと思うことがありましたら試してみてください。はい、皆様チャンネル登録本当にありがとうございます。そして前見に来たんだけど再度このチャンネルに来られた方ぜひチャンネル登録していってください。あなたのコメントチャンネル登録高評価が私のモチベーションになります。質問感想疑問何でもいいのでコメントいただければ幸せます。それでは早速行ってみよう。まずは基本的なティグのトーチ周りについて解説します。トーチには空冷と水冷があります。このスイッチで切り替えます。アルゴンで冷却する空冷には空冷用のトーチ。ポンプで冷却水を循環させて冷却する水冷には水冷用のトーチを使います。このスイッチを間違えるとホースが壊れてしまいますので適切に使いましょう。メリット、デメリットとして空冷だととても軽いのですが高電流での使用や長時間使用するとトーチが熱くなりすぎて持っていられないくらいになります。最悪の場合中の金属が焼けついたりホースが焼けてしまいます。水冷だとホースもトーチも重くはなりますが高電流や長時間の溶接にもある程度耐えてくれます。余談ですが溶接機には定格使用率というものがあります。今回使用する溶接機は定格使用率 40% です。これは 300A で溶接したら10分間のうち4分しか使えませんよという意味です。しかし 300A なんかで使えませんよね。この溶接機の場合だとだいたい 190A までで使うなら10分以上連続で使うことができるのであまり気にしないでいいでしょう。定格使用率ってのがあるんだな程度で覚えておいてください。次にトーチの持ち手の部分を解説します。トーチの持ち手より先は空冷も水冷も形は同じです。トーチの先はこのように分解することができます。まずは一般的なコレットボディを組み立てていきます。このコレットボディはあまり強く締めるとネジを舐めてしまう場合があるのでほどほどの力で締めましょう。ちなみに舐めてしまった場合は溶接機を購入したお店などにタップを頼めば売ってくれると思います。特殊なタップなので少し高い気はしますがトーチを買い替えるよりは安いと思いますので持っておいてもいいと思います。現場での不具合にも対応できますよね。この中でコレットボディと呼ばれる部分はガスレンズという網のついたものに交換することができます。このガスレンズは一般的なコレットボディに比べてアルゴンガスをふんわりした雰囲気で出してくれるので周りの空気を巻き込みにくくビードの焼けをかなり防いでくれます。またこの動画のようにガスレンズを使用時は約30ミリくらいはタングステンを出しても溶接ができます。個人的な感覚にはなりますがトーチの入りにくい場所を溶接する場合通常のノズルの先を細くしたり長くしたりして溶接するよりも
ガスレンズでタングステンを長く出して溶接した方が綺麗に溶接できる場合が多い気がします。注意点として、このガスレンズは高価なこともあり、時折爆発したりする SS 半自動の手直しなどには使用しない方がいいです。網の部分が汚れてしまい使えなくなるためです。裏技として、網は何層にもなっているので、少しの汚れなら表面の網を剥がして使うこともできます。タングステンも様々な種類があるので、用途に応じて選んで使いましょう。タングステンのパイを変えるときには、分解してコレットやコレットボディを径に合わせて交換しましょう。ちなみに私は3ミリ以下の板なら 1.6 ミリの 2% 酸化トリウム リタングステン、それ以上は 2.4 ミリ 3.2 ミリの 2% 酸化ランタン入りタングステンを使っています。アルミの場合は純タングステンを使うと先が丸くなり、アークが安定するので扱いやすいです。初心者の方などはよくタングステンが汚れてしまうと思いますが、うまくなる要素の大事なところは正しく正常な道具を扱うところだと思います。面倒でもタングステンを尖らした分だけ上達すると思い、先が汚れたりした場合はきれいにしましょう。ここからは本体の機能について解説します。溶接機の機能について、写真の大辺 300p 溶接機を元に解説します。他の溶接機も機能にあまり差はないと思いますので、参考にしてください。まずは基本的なこの部分から解説します。左上は電流計、その横のボタンに手溶接、ティグ、アークスポット溶接法とあります。手溶接とは棒によるアーク溶接ができます。しかしこれはキャプタイヤやホルダーなどつなぎ替えないといけないので、一般的には使いません。どうしても使いたいという方は、本体内に電撃防止のスイッチがついている機種もあるので、取説でチェックしてみてください。アークスポット溶接法とは、図のように板と板を重ねて溶接する方法ですが、私はあまり使いません。しかしこの機能は3ミリ以下の薄板を舐めて仮付けするときなどはとても重宝しています。やり方としてはこの部分で時間を調整するだけです。動画にあるように、一度スイッチを押すと設定時間アークが出て勝手に切れます。スイッチミスで長く焼いてしまったりなどのミスがなくなりますし、ボタンを一度押すと自動で消えるので手もブレにくく楽です。 TIG とはこれがごく一般的な使い方になります。皆さんも通常は TIG を選択してますよね。ちなみに TIG とはタングステンイナートガスの略です。次に右のスイッチです。通常は溶接ガスに入ってますよね。チェックにするとアルゴンガスが出っ放しになり、流量を流量計で調整することができます。アルゴンを多めに出してらっしゃる方もいらっしゃいますが、ガスは出しすぎると空気を巻き込み、ビードが酸化する原因になります。流量は多くても8あたりで十分です。アルゴンガスを多く出す方が酸化を防げるとは思わないでください。そしてアークを出す前に、一度アークの出ない場所でスイッチを入れ、捨てガスをしてから溶接を始めることをお勧めします。ガスが出ているのかの確認と、安定したスタートアークを得るためです。溶接の終点ではアフターフローが出ている間、ビードからトーチを離さない方がいいです。この捨てガスとアフターフローは癖づくといいと思います。パネルの下側に行きましょう。このスイッチから解説しますが、トーチのスイッチが押されている時をオン、スイッチが押されていない時をオフとします。反復なしありと書いてあります。なしはオンでいきなり溶接電流になり、オフで切れます。好みになりますが、なしはクレーターがないためおすすめはしません。使うとすれば仮付けくらいでしょうか。反復はオンで初期電流から始まった後、
オフで溶接電流になり、オンにするとクレーターフィラ電流になりますが、オフにするとまた溶接電流になります。スイッチではアークを切ることができませんので、クレーターフィラ電流の時にトーチを素早く離して切ります。取説には薄板の溶け落ち防止に使うといいと書いてありましたが、私の場合はまだ溶接に慣れてない時に裏波の1層目で使った記憶がある程度です。ありは初期電流、溶接電流、クレーターフィラ電流を図のように使います。ここは少し詳しく解説していきます。この溶接器は初期電流、溶接電流、クレーターフィラ電流と3つの電流を使い分けることができます。それぞれ名前がついて役割はありますが、3つの電流を使い分けることができると思ってもらって大丈夫です。それぞれの役割ですが、溶接電流に到達する前に初期電流を置くことにより、いきなり強い溶接電流が出ることがなくなります。クレーターフィラ電流は溶接の終点で溶けた金属が周りから冷やされ、真ん中あたりにクレーターと呼ばれる血管が発生するのを防ぐためにあります。このクレーター電流を使う際は、このつまみを調整してダウンスロープを少し取り、母材側にクレーターを逃がしてからスイッチを切ることで、クレーターの血管を防ぎやすくなります。先ほどありでは3種類の電流を使い分けることができると言いましたが、特殊な例を紹介します。パイプの裏波溶接の最後のつなぎなどで、初期電流を本電流に、溶接電流を本電流の30アンペアくらい高めにしておくと、つなぎ部分で電流を高めにして裏を出しやすくしてつなぎ、なじませておいてクレーターで終了なんてこともできます。次に薄めのアルミだと、初期電流より溶接電流を低めに設定すれば、はじめは沸かしやすく、温まった途中からは電流を下げて溶接することも可能になります。あくまで例なので、アイデア次第でいろいろな使い方ができるのではないでしょうか。注意点としては、クレーター電流は通常のままの方がいいと思います。ではここからパルスの使い方に移ります。このパルス機能は薄板に特化してとても使える機能だと思いますので、まだ使ったことがないよって方はぜひ使ってみてください。はじめにパルスとは何かを説明します。パルス機能はパルス電流とベース電流を交互に発生させながら溶接ができます。反復の図形に似ていますが、パルスは自動で切り替わります。例として 1Hz に合わせた場合、1秒間に1回パルス電流とベース電流が流れます。つまり 0.5 秒間のパルス電流の後に 0.5 秒間のベース電流が流れます。 0.5Hz だと2秒に1回、 100Hz だと1秒間に100回繰り返すことになります。注意点としては、溶接電流がベース電流になっているところです。パルス電流の方が高い電流だと覚えてください。このスイッチに高、低、なしとあります。普段はなしになっているはずです。ここを低にすると約 0.5 から 15Hz でパルスの調節ができます。この低のパルスは個人的にはほとんど使いません。ちなみに溶接機の初期状態では、パルス電流時間対ベース電流時間の比率が5対5になっていますが、機種によってこの比率を変えられるものもあります。前面につまみがあればそれで変えれますし、つまみがない場合は機械の中に設定を変えるつまみが隠れているので、取説を参照して必要な方はいじってみてもいいかもしれません。次に高のボタンです。この高のボタンを入れると約10から500Hz で調節することができます。この高のボタンは、私は 3mm 以下の薄板溶接によく使います。設定としてはだいたい100から200Hz で使います。この動画ではパルス電流を 80A とすると、ベース電流は 20A くらいにしています。ここは感覚なので、板圧によって調整しましょう。溶接時にブーンという音はしますが、点滅していることはわからないくらい早くオンオフが繰り返されている状態です。
甲を使うと溶接ビードの周りへの入熱も抑えられますので歪みも少なくなりおすすめです。はい、今回の動画はどうでしたか？TIG溶接機についての理解は深まったでしょうか？溶接屋さんには当たり前でも青函屋さんは意外と知らないことがあったのではないでしょうか？溶接技術については素晴らしい溶接屋さんたちがたくさん動画をアップしていらっしゃるので私が解説することもないかもしれませんが、青函屋さんと溶接屋さんでは溶接に対する考え方が少し違うところもあります。今後溶接技術の動画もアップするかもしれませんので、その時はチェックしてみてください。質問等ありましたらコメントしてください。疑問でも何でもいいです。チャンネル登録高評価よろしくお願いします。それではご安全に。